新年明けましておめでとうございます。神田三緑でございます。今年は令和3年というところでございましてね、いい年にしていこうじゃないかというところでございます。今日来ておりますのが、お江戸日本橋亭という寄席でございましてね、実は元旦から5日まで5日間、講談協会の席、講談の席をやっているというところで、今日は4日目。この4日目に私が登場するというようなところでございます。まあ、ネタはね、どういうことをやるかっていうのはこれから決めていくというようなところでございましてね、今年1年いい年にしていこうじゃないかというようなところでございます。3チャンネルの方も登録者数、そしていいねいっぱいこうもらえるように頑張っていきますんで、今年もどうぞよろしくお願いいたします。無事にですね、8席私のネタ終わりまして、今回何をやったかっていうと、太閤記という物語、これは360話あるんですけども、その第1話、日吉丸誕生、これなぜやったかっていうと、1月1日が秀吉の誕生日でございますから、そういうようなところで今日やったというようなところです。今回もですね、いろんな講談をこれからこの YouTube でやっていきますんで、今年1年どうぞよろしくお願いいたします。